バンジャマン・ジャック・マルセル・パバールは、フランス・モブージュ出身のサッカー選手。ブンデスリーガー FC ・バイエルン・ミュンヘン所属。フランス代表。ポジションは DF。フランス代表のレギュラーとして2018年、ワールドカップの優勝に貢献。ラウンド16のアルゼンチン戦で決めた、代表初ゴールとなる、ボレーシュートが、大会のベストゴールに選ばれた。シュトゥットガルトでのパバール2005年に、 リール OSC の下部組織に入団。2014年にはナショナル2に所属するセカンドチームへ昇格。2015年1月にトップチームに昇格し、同年1月31日の FC 南都戦でリーグアン初出場を果たした。2016年8月30日、ブンデスリーが2部の VFB シュトゥットガルトへ2020年6月までの4年契約で完全一席。 2016年10月3日の SPVGG クロイターフュールト戦で先発出場し、ブンデスリーガデビューを果たすと1得点1アシストを記録。24試合に出場し、シュトゥットガルトの一部復帰へ貢献した。2017から18シーズンは開幕戦のヘルタ、ベルリン戦から先発出場を果たし、10月29日のフライブルグ戦でブンデスリーガ初ゴールを決め、 2017年12月には契約を2021年6月まで1年を延長。ホルガー・バトシュトゥバーと CB コンビを形成しブンデスリーが全34試合にフル出場を達成。失点数をバイエル・ミュンヘンに次ぐ2位の36点に抑え、クラブをブンデスリーが7位躍進に導いた。2019年1月9日、FC バイエル・ミュンヘンは パバールと2019年7月1日からの5年契約を結んだことを発表した。8月31日のマインツ戦でオーバーラップからボレーシュートによる移籍後初ゴールを決め、さらにアシストも記録した。また10月26日のウニオンベルリン戦でも強烈なボレーシュートで先制得点を決めるなどレギュラーポジションを獲得し、 リーグ戦では32試合4ゴール5アシストを決め、リーグ優勝に貢献したが、7月26日のトレーニングで負傷し、以降の試合を欠場、UEFA チャンピオンズリーグ準決勝のリオン戦で、復帰、試合終盤に8分間プレーしたが、決勝のパリ・サンジェルマン戦では、負傷上がりということもあり、出場機会がなかった。2021年、 フィファクラブワールドカップ決勝のティグレス戦では59分に決勝ゴールとなるシュートを決めて優勝に貢献した。各年代のフランス代表に選出され2017年11月2日にウェールズとドイツ戦に挑む A 代表に初招集。11月10日のウェールズ戦で A 代表初出場を果たした。2018フィファワールドカップでは 代表3キャップながら本大会に招集された。初戦のオーストラリア戦では本職のジブリルシディベノフ賞により右サイドバックとして先発起用された。ラウンド16のアルゼンチン戦では1点を追いかける後半12分に同点弾となるボレーシュートを叩き込んだ。このゴールはロシア W 杯の大会最優秀ゴールに選出された。決勝まで グループリーグのデンマーク戦以外の全ての試合でレギュラーとして先発出場し 1998FIFA ワールドカップ以来となる2度目のワールドカップ優勝に貢献した。ありがとうございます。